東前頭7枚目モンゴルウランバートル出身片尾内部屋西方小結鶴竜モンゴルスフバートル出身井筒部屋。さて8勝6敗玉鷲と6勝8敗負け越しが決まった鶴竜、西の小結の鶴竜です。鶴竜がもう少し活躍するかと思えましたが全く鶴竜らしくありませんでした。2場所連続の負け越し。西のリポーターは佐藤アナウンサーです。佐藤さん、はい、どうなんでしょうか。これまでで一番悔しい場所になりましたという支度部屋ですね、はい、もう息消沈の表情だったんですが、はい、勝つ時は内容はいいんですが、はい、負ける時はあまりにもあっさりしすぎましたと波がありましたというふうに振り返ってますね、うん、原因はと聞きますと、本人は稽古が足りないということですということですね。相手十分の体勢になった時にいかにそこから自分の体勢に持っていくことができるか、はい、それがですねやはり足りないなと、この場所後の稽古でそのあたりをもう一度見つめ直して鍛え直しますという言葉ですね、はい。逆に玉鷲の方は8勝6敗東の前頭7枚目ですが、北の内さん、玉鷲の相撲の中身はかなりの進歩と見ていいのではないでしょうか、ね、あ、いいですね、特に手が伸びますからね、はい、足も出ますから、この非常にこのいい突き押しの相撲になってきましたね、はい、上手投げ四つ身も結構やりますしね、はい、伸びましたね。来場所はかなり番付を上げてきそうですが、この両者は因縁があって鶴竜の方が3年ほど先にこの相撲界に入りましたが、玉鷲が日本の相撲を見たくてこの両国に、降りた時に鶴竜に初めて会ったそうです。で鶴竜に相談して、もちろんモンゴル語ですが、相談して鶴竜にいろいろ話を聞いてこの角界に入ることを決断したと。なるほど。いう2人です。じゃあ恩人じゃないですか。そうなんです。玉鷲にとっては、まあ、勝てば恩返しというところですが、去年の初場所一度1年前下手出し投げで鶴竜が勝っています。時間です。踏み込み鶴竜もろ差しです。刺身のうまさ一気に攻め切りました。鶴竜勝って千秋楽7勝目を挙げました。今日は玉鷲が全く突き放すことができませんでした。まずこれは向正面の舞の海さん、はい、どう見たらいいんでしょうか。これはもう2本刺したのもそうなんですけどね、はい、立ち合いのあたり見ても玉鷲がやっぱ押し相撲ですから、はい、押し勝たなければいけないですよね、はい、鶴竜の状態を崩さなければいけないんですけども、はい、全くもう通じてないですよね。張り差しでも2本スポッと入られました。はい、まあ、こうなったらしょうがないですね。もうそうですね。ですから、うん、まあ、2本刺される前にですね、はい、仕切り線に手をついたら例えばこう左だけでも絶対刺させないようにとかですね、はい、右は刺させないようにとか何かこうそういう一つこだわりを持って立ってほしかったですよね。まあ、いずれにしても北の富士さん、はい、玉鷲がもう刺された時点で終わりですからね。そうですね。立ち遅れもありますね今。全然この立ち合いの突っ込みが違いますしね。はい、鶴竜は来場所平幕に下がりそうですが7勝8敗、またこの鶴竜も大関候補の一人ですので奮起を期待したいと思います。玉鷲は8勝7敗で今場所を終えました。さあ千秋楽の取組もあと5番です。